会社遍歴は俳優の長谷直美さんが登場。国内 A ライセンスを取得し、レースにも参戦していた長谷さん、もちろん愛車にもこだわりが。なんかそこにその辺にね、足回りにね、お金をね、かけないと、なんか本物じゃないんだよ。そういう時代だった。一目惚れをして購入した車に再会。そのパワフルな走りに大興奮。いいですね。いいな。大ヒットドラマ太陽にほえろ、運転シーンの裏側まで深掘りします。あのボンネットにこういうライト、フィルム撮影なんで、はい、2機フロントに積んであるんですよ。だ前あんまりよく見えないですよね。あ、なるほど。そうなんだ、まあ、こう来ちゃってるから、はい、11月11日土曜夜9時放送です。